はい、今日はこちら角度の問題です。正方形の中に半径1センチの半円が4個入っています。ぴったり入っています。 P と Q は円の中心です。という時にあの角度を求めなさいという問題を解説していきます。はい、どうぞよろしくお願いします。かなり難しいですね。ここだけで急にあの角度を求めろと言われても非常に難しい。そこで円っていう情報をしっかりと使わないといけないということになります。円の半径1センチなのでまずはここを1と書いておきます。はい、で次にですね、この中心、左の円の中心とここを結びます。さあするとどうなるのか。この今書いた青線の長さがこちら1センチ、こちら1センチですよね。なので2センチになります。はい、さて直角三角形において1センチと2センチの図形といえば、1対2の図形といえばこれになります。はい、正三角形を半分に割ったもの、いわゆる三角定規ですね。三角定規に関しては角度が30度、60度、90度で、長さの比が60度を挟んで1対2になります。なぜか全て長さ2と置いた時に半分に切ってるから1対2になります。その三角形がこちらになります。はい、つまりあの角度の一部だけ分かりました。ここが60度、ここの角度60度と同じになります。はい、次にこちら結びましょう。はい、さあこちらも同じ図形ができるんです。ここが1で長さが11で長さが2になるので、こちらも30、60、90と、はい、という角度になります。さて見えてきたでしょうか。次にこの三角形ご覧ください。はい、この三角形はこちら30度と60度がありますので、90度であり長さが2センチ、2センチの直角二等辺三角形ということになります。なので45度と、はい、45度になりますので、以上から60度足す45度で答え105度、はい、というのが正解になります。難しかったです。以上です。ありがとうございました。